というわけで、はい、なんか今月はなんかすんごいまともに映画の話をしてるわけですよ。だってそうだね、その頃って本当に寝たかないから、なんか猫の話がそんなことじゃないうちの猫がねとかっていうのが最初でしたな。それだったらもう、まあね、ようやくだんだんコロナがまだ、コロナでもまあ問題いろいろまだ続いてるわけですけども、まあそれでも映画興行っていうのはまあ続いてるわけで、そうだね、だけどなんかやっぱり、もうすぐほらベスト10の時期とかじゃん、はいはいはい、だけど今年は結構割れるっていうか、うん、なんか特殊なことになっちゃうのかなって、うん、ね、はいはい、映画が止まっちゃったりとかさ、そうそう、でね、その、うん、みんながみんな映画を見てない、うん、映画評論家だってこう、うん、結構こう何、うん、穴の部分があったりみたいな、なんかちょっと先が ね、 ね、こうなのかなって、あれですもんね、うん、地方対策は特に今回、今年、うん、今年は去年は、うん、2020年はもうそういう状況で、ハリウッドなんかはもう、そんな、あの、来ないものだったりとか、ね、メジャーのね、公開が伸びたり、ね、配信だけになっちゃったりとか、例えば、うん、ワーナーみたいに、アメリカ国内では配信、海外で、配信サービスがないところは劇場公開、だからワンダーウーマンなんかもそうだろうし、なんかね、ね、なんかそういう映画地図っていうか、なんかそういうのが変わってっちゃう気がする、ね、そうそう、映画の本当にすごいなんか悪い意味なのかもしれないけども、うん、本当に今がパラダイムシフトになってる可能性ってありますよね、うん、そうで、そのね、この後どうなるのかがね、うん、本当にね、多分だからこれ、まあ、来年年明け、来年というか年が明けて、ワクチンとかが開発されて、うん、それがどこまで有効性があるかっていう話になってくるし、どこまで、接種されるのかとか、それによってまた、2021年の興行システムっていうのもまたどうなっていくかって分かんないですよね、それとその映画館で映画を見るっていうその、通常の今までの形がどれだけ戻ってくるかなって、そこがすごく心配だよね、ただやっぱり、ちょっと前にも話した通り、鬼滅の刃が、映画興行である意味巧妙になったところってあるじゃないですか、やっぱりそう言ってちゃんと提供できるエンターテイメントがあれば、人は来るっていう、そこはちょっと ね、 ね、希望ですよ、本当に、ただまあ鬼滅の刃はまあなんか外とか開けてもいいぐらいですよ、本当に、まあ多分絶対あれですよね、どこの賞かってのは言わないけども、絶対だから賞を与えるところ出てきますよね、なんかいろんな意味でその感謝っていうかな、それもあるよね、いてくれてよかったっていう、ある意味開拓者、コロナ禍での開拓者ではある、新しい形だよね、これもね、またね、というわけで、まあ、我々はまあちょっとそうやってちょっとね、まあそういうメジャーもそうだけども、ちょっと隠れた名作とかを、小さな作品も紹介していきたいと思います。で、今回ね、これ、中国語でこういう出る室って字だよね、これね、なんか室みたいなね、クローゼットとか押し入れとかっていうものを指す言葉なんだって、で出る、だから、まさにカミングアウト、箱の中から出る、クローゼットから出るみたいな、でまあ、タイトルでカミングアウトっていうタイトルでなんとなく分かれてたり、ね、ここにも書いてあるけど、中国 LGBT の叫び、で、女性の、男の子の主人公、女の子の主人公、ゲイ、レズビアン、まさに、で、その中国でその LGBT で安定あるということはどんだけ厳しいことかっていう、本当にたくさんの人たちがいるのね、ここにもあるように7000万人って言われてる、だけれどもそれをカミングアウトできない人たちが大多数で、特にまあ中国、ああいう中華圏の、中国圏のまあ特に管理社会的になってるところだと、まあ大体やっぱりLGBT っていうのは隠す方向、そうで、まあないことになってたり、でまあそのこの主人公の青年だな、青年はそのお父さん、お母さん早く亡くしてて、でその早くでもないのか、お母さん亡くして、それでお父さんにその自分がそのゲイであることを伝えようとする、でそのもう一人の女性、はそのレズビアンであること、をお母さんに言っているんだけれども、お母さんは認めたくない、
ていう。で、その彼はお父さんに、うん、そのだからこれね、親子の話でもあるの、うん、でお父さんに伝えるんだけれども、お父さんは、うん、その息子はノーマルだと思ってたから、だから子供をね、はい、結婚して子供孫の顔見たいしみたいなことすごく無邪気に言ったりする、うん、だけども彼はもうその2年くらいもずっと抱えてて、お父さんに手紙も書いてて、うん、だけどまだお父さん読んでくれてもいなくてって、はい、である時、まあ、その勇気を出して伝える、うん、だけどもそのお父さんもどうやって受け入れていいか分かんなくって困っちゃうわけ、うん、でそのこっち その女の子の、うん、とお母さんの関係もそうで、でそのどちらの親も言うのは、うん、その直してくれっていう、だからそのだからLGBT の人間に一番言っちゃいけないような言葉ですよね。そうだけれども、うん、多分その常識としてそれはその、うん、性癖って言ったらいいのかな、なんだろうな、うん、だからその生まれついたものではなくて、うん、その趣味とかそういうものであるっていうような感覚なんだ、うん、まだ。だからまあこれは、うん、まあ、国家の主義主張とかはまた別に、やっぱりどうしても LGBT に対しては、うん、まあ、当然どこの国でやろうと、うん、やっぱ過去にはやっぱそういうなんか偏見っていうか、うん、っていうのはあるところですよね。そう、それでだから理解不能っていうのかな、うん、だからそれが生まれつきのもので、うん、でその自分の性とその、うん、体が合ってないであったりとかさ、いろいろあるんだけども、うん、そうじゃなくて、だからそれはその、うん、気持ちの問題だから、うん、だからその例えばお父さんはその、うん、女の子を好きになってくれっていうし、うん、そのお母さんは男の恋人を作ってほしいに、うん、なるし、まあ、そこお母さんの方はなんか結構その世間体がとかって言い出しちゃうわけ、うん、ね、それでその親たちの一人はだから嘘でもいいから結婚式を挙げてくれ、うん、異性とっていう親戚一同にその申し訳が立たないみたいなことを子供に言っちゃうんだよね。うんうん、まあ確かに今でこそ例えば西側っていうか、まあ欧米とか日本だと、うんうん、まあそれでもまだ当然かなり偏見はあるけども、でも一応社会システムとしては結局 LGBT の例えばそういったもう婚姻関係とかそういうのを認めましょうみたいな流れになって、まあ時々なんかダメな政治家とかがなんか急に病気とか言い出してなんか問題になったりするけども、ただ西側に関してはもうそういったところのスタジオを作ろうっていう流れはあるわけじゃないですか。逆に中国っていうのはそういうのがまだでもね、その親たちの会っていうのがあるのね、うん、LGBT の娘や息子、まあ、っていうか子供を持っている親と子供の会でこう、その集まりとかもこのドキュメンタリーの中に出てくるんだ、でどうやってその子供を受け入れていったのかっていう話をする親たちもいるし、うん、これね、だからそのLGBT の話なんだけれども、うん、その親と子の永遠のテーマでもあると思うんだ。だからその自分を認めてほしい、うん、その、まあ、ゲイであったりレズビアンであったりもそうだけれども、まずそのお母さんお父さん自分のことを認めてください、愛してくださいっていう、うん、そういうなんかね思いがねこう、うん、ガシガシくる、はい、うん、映画だった、うんうん、だからゲイとかレズビアンでなくて普通の、うん、普通のっていうか私とかテリーさんが見ても、あ、そうだよね、親子ってこうなんだよね、親子だから葛藤するんだよねっていう部分もなんかあるの、うん、すごくその特別なことじゃなくて、うん、でも特別なことでもあるからすごく苦しいんだけれども、うんうん、これ本当誰かの問題とかじゃなくて、そう自分たちの話としても、はい、見ることができる、見てほしい、うんうん、映画なので、はい、ぜひ、見てください。54分だったかな、周辺くらいの、うんうん、まあ、映画です、うん、1時間切ってるぐらいの、もう本当にさっくりした感じが、うんうん、そう、うん、なんか本当、うん、誰も悪くないのよ、うん、本当にさで、その子供たちを愛してるのだけど、うんうん、難しいんだよねっていうね、うん、はいはい、本当に1月下旬からのね、新宿ケーズシネマ、うん、はいはい、23日からあって日にちが出てるのでぜひ見てください。はい、そしてもう一本、はい、イ・ビョンホンです。イ・ビョンホン、やった、はい、イ・ビョンホンが KCIA の部長役、うんうん、KCIA ですよ、 KCIA ですよ、うん、しかもその、パク・チョンヒの時代、はいはいはい、うん、
あれ見てると思うんだけど、大統領の理髪師ってさ、ソン・ガンホが出た、ガンちゃんが出た映画があったじゃない、であれはほらパク・チョンヒ大統領の理髪師、床屋さんだった男の話、で、あの中にその暗殺のシーンが出てくる、で、そのパク・チョンヒ大統領を殺したのは KCIA の、つまりその一番の側近だったその部長だったって、なぜそこに至ったのかっていう話なんです。硬派ですよ、すごく。でも、これが作れる韓国ってすごいよね。確かに。で、その KCIA は絶対、だからその、ナムさんっていう、ソウルのナムさんっていうところに、その KCIA の本部があっても、その名前を聞いただけでみんな震え上がるっていう。そうですね、だって韓国の基本的にもうそういう清掃士みたいなところで、まあ、KCIA が暗躍してる、例えば金大中の、あのキム・デジュン大統領元の、あの結局日本から拉致事件の時とか、ああいうところとか、やっぱ韓国の暗黒史とまでは言わないけども、歴史をたどっていく、政治の歴史をたどっていくと必ず、やっぱ KCIA でかかってくるわけじゃないですか。で、その KCIA の部長、一番その大統領に近かったはずの男がなぜ、暗殺に至ったのかっていう、でその内部のこれ部長たちなんですよ、でその発端はその前の部長が、その韓国のそのパク政権の裏側を、告発するアメリカの議会で、それでもう大騒ぎになるっていうところから始まるのね、でその暗殺された日から逆算していくっていうか、その40日遡ってそこから始まるの、だからその、これ見てて思ったのはね、そのパク・チョンヒを描いている部分とかでもヒトラー最後の12日間って映画があったじゃん、あれになんか共通するとこがあるな、そのパク・チョンヒ最後の40日間みたいな、その権力を持って、ですごく不安定になっていく大統領、でそこにつけ込んでいく、その警備室って言ったかな、もう一つね、その KCIA とこうぶつかる、その、組織があるので、ナチスで言ったら突撃隊みたいな感じかな、でその足の引っ張り合いとかもあるし、そのもう一つその 見えない権力者っていうか、そのパク・チョンヒがすごく信頼を置いている誰かがいるらしい、すごく疑心暗鬼にもなってくるし、あとそのアメリカがいろんなところで手を出しているっていう、この時代のその混沌とした韓国っていうのがこう描かれているんで、怖い映画でもある、すごく、表段階を考えると、多分これ、パク・チョンヒ大統領だから、その娘のパク・クネが結局、大統領になって、その後結局汚職で失職してるじゃないですか、やっぱそういった流れも組んでのこれの映画化っていうのもあるんですよね。そうね、タイミングもあると思うね、あの娘の方は随分映画界に圧力かけてたってね、言われているしね、でもやっぱり、これだけの映画が、これ、原作があるのね、私まで読んでないけど、これぜひ読みたいと思うし、こういった作品が作れて、でしかもそのイ・ビョンホンだよ、がそのすごい役者になっててさ、あとのその役者たちも韓国映画は常にそのいい役者揃いだなって、いい顔してるなって思うんだけれども、なんか、このタイミングでね、こういった形で、映画が作られるっていうのもね、新幹線半島もそうなんだけども、やっぱ韓国ってもう、やっぱ韓国っていうだけで顔しかめる人が多いご時世だけども、やっぱエンターテインメントに関して本当に、すごいと思う、だから、そう、だからその硬派の映画だけれどもエンターテインメントしてるし、やっぱりね、あっという間に日本映画飛び越されてしまったって思う瞬間が本当にあるな、だからやっぱりちょっと本当にエンターテインメントして、もう韓国ってなんか見習うべき存在になってますよね、実際。そう、だから映画のね、力をね、やっぱり信じてるって思う、信じてるっていうか、まさに
エンターテインメントってのはちゃんとこうしなきゃいけないっていうところをちゃんとやってて、うん、で世界市場に打って出れる実力っていうのを本当に積み重ねていってるから、うんうんねえうん、だから見習いとは言わないけどもちょっと日本映画も、うん、もうちょっとだから戦略を練ることからまず始めてほしいなと、うん、あの腐すわけじゃないけどね、うん、もちろんはもちろんいっぱいあるから、うんうん、そうだからもっとさなんか自由な発想でいろんな映画があってもいいんだけども、うん、やっぱりまあこの時世もあるから、うん、原作ものでないととか役者先にありきとかさ、うん、結構縛りがさらにきつくなっちゃってるよね、うんうん、その辺の不自由さ、まあ、この辺をちょっともう一回ね解体して、うんうん、ちょっとなんか世界にだからどこまで世界に通用するものを作ろうかっていう話もなってくるけどもね、うんうん、例えばアニメとかだったらなんかやっぱ海外に向けてみたいなところあるけども、うん、実写ってそういう意識ある人ってどんだけいるんだろうっていうのはたまに思うことあるじゃないですか、国内に向けて面白い最高に面白い映画でももちろん OK なんだけども、うん、なんか、うんうん、結局なんかあの、ね、頑張ってるのは是枝さんとか 黒沢さんだけになっちゃうみたいな、うん、そういうあれになっちゃうわけじゃないですか、うんうんね、そこのところもちょっとね、うん、もうちょっとやっぱあの頑張ってほしいなと改めてちょっと韓国映画こうやって、ねうん、すごいのが出てくると、うんうん、思うわけですよ、うんね、嫉妬しちゃうね、うん、嫉妬しちゃうね、うん、いやまあ実際この映画面白いからね、うん、あれなんでやって、うん、ぜひあの見てほしいし、ええうん、あのオーロラじゃない、うんリメンバーミーって映画があったの覚えてる？ああ、はい、あの時間を超えて、うん、1979年と2000何年だったからつながるの、うん、でその中にそのあの明日のだからその未来に男の子がいるの、ええ、で現在でその過去に女の子がいて同じ大学に通ってるんだけれども、その時代が違うからそこは時間がつながっちゃったわけ、うん、無線で、はい、でその会えない、うん、でお互いにそんな未来にいるなんて過去にいるなんて信じられないんだけれども、はい、その彼女がさ、うん、ある時そのあなたが未来にいるんだったら教えてくださいっていうの、うん、で南北は統一してますか？あでそれすごいセリフだよね、うん、それとその明日の新聞にすごいことが載るよって彼が言うの、うん、でその翌日の新聞を開けると、うん、そのパクチョンヒが暗殺されたっていう、はいはいはいうん、っていうねそういうシーンがあってねでそのリメンバーミーってさ時の香りっていうので山川直人監督がリメイクしてるの、はいうん、だけども、うん、その英検の話なんだこれあのだけど山川さんはさ早稲田で映画撮っててさ8ミリ撮っててすごい面白い映画撮っててだけども、うん、やっぱりただそこにこう置き換えただけで、うんうんまあ、別にそのテーマがものすごくシリアスなテーマがなきゃダメだってとは言わないけれどもやっぱりその例えば南北は統一してますかっていうセリフが書ける、うん、書かざるを得ないその韓国映画ってうんうん、その重みっていうのをなんか、うんうん、やっぱりいろんな場面で感じるなだからこの掲示絵見てもね、エンターテインメントの材料として、うんうん、素材として使えるものがあってしかもそれをちゃんと料理できるっていうところがだからねタクシー運転手とかね孫悟空のね、うん、あったしね、うんうん、日本でもだからできないわけじゃないんだけども、うん、なんだろうな難しいのかね、やっぱり ね、まあ、お金を出してくれる人とかね、いろいろあるからね、まあ、その辺はね、ちょっと、うんうんね、我々も当然定義はしていくけども、ちょっと、うん、やっぱ基本的には制作する人間たちの意識改革ですよね、うん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 、なんかしみじみと感じてちゃういやいやいや、うん、希望は捨てないので、はいはいはい、ね、はい、なわけで、今日はカミングアウトとちょっと硬派だったね、うん、なんか、うん、KCIA、うん、KCIA、ね、フィクションもノーフィクションもちょっと硬派ですね、硬派なちょっとあのシビアな感じで来ましたが、ねまあ、はい、ファジキと女子高生がいるからあれもいいですけど ね、 ね、うん、です、はい、なのであのぜひ見てください、はい。